Oh, like a Gundam. You hope we get the fucking burning gun. あ、危なかった。次のディレクトリーに転送成功。パイセンどう？サクラ、異常だし。サクラ、ディレクトリー移動、異常だし。意図的にオーバーフローを起こして、その隙にセキュリティホールを抜ける。クラックとしては古典的だけど、無茶しすぎよ。大丈夫なの、サクラ。見ての通り、ピンピンしてるよ。ね、小隊長さん。 ここにいないってことは、わかるでしょ？まさか、救出は失敗したの？あなた、飛び込んだじゃない。ご心配なく、あの多重人格メガネの人格データは無事にサルベージできてるよ。あんな状態になった人格データ、大丈夫なの？本来の人格をちゃんと分離できてるんでしょうね。3人分の人格データ、当たり確率は3分の1。 基地とデタか強度デタか。ちょっと、彼は今どこ？会いに行くわよ。いた、ハーメス・マーキリー。無事なの？体の具合は？ほう、これはこれは、レディー・ユノ。身体面の調子という意味では良くも悪くもない。この世界では、肉体は物理的な存在ではないからだ。 精神面においては多少混乱しつつも、今この場に俺の人格データが元の状態に保たれていることに驚きを隠せない。そもそも、めっちゃ元気だよ。鬱陶しい。ハーメス、よかった。ハーメス、人格データに問題はないのかね。おかげさまでな。だが、どうやって俺の人格データを分離させた？ モビルアーマーとのコネクターになっていたガンダムラトレイヤーの防壁をくぐり抜けるウイルス型サルベージプログラムを作ったのよ。あなたには聞きたいことが山ほどあるし、同じプログラマー仲間として助けたいとも思ったから。ならば、俺が知っていることは全て話そう。仲間へのせめてもの礼として。 管理システムを制御するコードマックスウェルズ。現実の歴史を書き換えようだなんて、とんでもないことを考えてたのね。シンギュラリティ、シンギュラリティ。そして必要としているのは、全てのガンダムを凌駕するガンダムのデータ。奴の居場所を突き止めるためには、やはりブレイク修正が必要だ。この階層には5つブレイクミッションがあって、 修正後のトゥルーミッション再登録も含めると、全部で10ミッションもあるね。そんなに？この量、間違いなく、ここに管理システムがあるようね。サクラ、ブレイク現象の共通点は？全て、それぞれの歴史における重大な戦いだね。つまり、ガンダムの最後の戦い。そしておそらく、この修正が終わった時、プログラムテオスは完成する。 じゃあ、ブレイク修正できないじゃない。私たちはどうするのが正しいの？データ転送、データ転送。私たちを人格データとしてここに引き込んだプログラムがあるはず。それを使って来たところに戻るってイメージね。ブレイク修正をしない という選択はおすすめしない。すでにレディユノが手掛けてしまっているからだ。歴史改変も含めてな。ちょっと待って、全てのブレイク現象の修正が終わらなければ完成しないんじゃ。忘れたか、この G ユニバースは巨大なシミュレーターだ。育成層、歴史のシミュレーションを繰り返す。 ユノのプログラムも繰り返す。そう、そのプログラムをもとに、いつか、プログラムテオスは完遂される。何千、何万年とかかるかもしれないが。時間稼ぎはできても、解決にはならない。やはり、管理システムを見つけないといけないのね。さっき、方法があるって言ってたけど。うん。見つけるのは、多分できると思う。
でもそのためにはブレイク現象を修正しないと。え、でもそれじゃあコード・マクスウェルズに協力することになっちゃうじゃない。トゥルーミッション再登録の際、管理システムは必ずデータにアクセスする。その隙に追跡をかけるのだ。完成を阻止したいのに、完成させないと相手の場所がわからない。こっちもとんだパラドックスね。その通りだ。パラドックス同士のぶつかり合いになる。覚悟を決めたまえ、レディー・ヨー。小隊長君、先陣を切ることになる君もだ。決まったらブリッジで最後のブレイクミッションの説明をするよ。私たちの宇宙世紀に成立続いた人類の歴史。デビルガンダムの火星の革命か。ブレイクミッションは過去最多の5つね。宇宙世紀0093、シャアの反乱、アムロ、ドーナル、アクシズ、逆襲のシャア。歴史はその後も紡がれていく。宇宙世紀0096、ラプラスの箱をめぐる戦いも、工業コロニーインダストリアルセブンで決着を迎える。宇宙世紀に移行しなかった西暦の歴史、そこでは人類の革新をかけた戦いが行われるのね。小惑星を改造した外宇宙航行母艦の上で。ガンダムファイトでおなじみの未来世紀は、デビルガンダムと融合したデビルコロニーから地球を守るガンダム連合として出撃するよ。そして火星ね。革命軍として、鉄火団として最後の戦いに挑むことになるのね。いずれにせよ、小隊長君にとっては厳しい戦いになるだろう。君ならば乗り越えていくだろうか。小隊長、準備しろ。小隊長、ブレイクミッションスタートだ。So we're gonna go finish doing the story and see how far we get. Recommended 36. ここが小惑星基地アクシズ。地球まですぐだね。カニールです。援護は任せてください。今は生き残ることだけを考えればいい。最悪、我々だけで。アムシェチョウエソ。もしかしてアムロ隊員じゃない？なんか獰猛なモビルスーツが暴れてる。ガンダムバルバトスルクスレックス、狼の王の名を冠するガンダムスレア。あれ、敵かと思ったら小隊長か。ユノたちもいるの？それバルバトスなの？尻尾がついてるけど。あれはハシマルについてたものを移植したんだよね。なんか不思議なんだ。今まで俺に尻尾がついてなかったのは信じられないくらい。それよりここどこ？オルガは？ここは地球のすぐ近くだ。君には火星に戻ってもらいたいそうだ。わかった、そっちに行けばいいの。小隊長さんについて行って。目標はアクシズの動力システム、全部で4つ。核パルスエンジンを止めねば落下は防げない。2、3機は破壊する必要があるだろう。了解。じゃあ三田崎君、火星に帰る前に一仕事お願いね。取った。核パルスエンジンの動力システムだよ。黄色く光ってる柱みたいなやつね。本来はアムロレイ隊員がエンジンノズルを破壊するはずだが、彼の存在が確認できる。だから私たちが破壊しないと。分かった、仕事でしょ。二三機は壊さないといけないのにね。次も探さないと。なんて攻撃だ。ゼルヤ、動力システム破壊確認。これでアクシズの加速は止まるの？いや、足りんな。あともう一つは破壊したいところだ。わか、サクラ、ここはどうなってるの？地球に落ちようとしている小惑星、その中に作られた基地だよ。アクシズ、ネオジオの拠点そのものを地球に落とす。アースノイドとスペースノイド、行き着くところまで行き着いた結果。潰さなきゃ潰されるもんな。
よし、いいぞ。この調子ならいける。なんて攻撃だ。巨大なブレイクハンマー。この先だな。アクシズの深部へのルートはロックされてるけど、開ける方法は？残ってる動力システムをまず壊そう。今はそっちが先決だよ。ごちゃごちゃしたのは嫌いだな。As usual, something that is easy has to be fucking hard, because why not? Ruin the plot. ここにも動力システム。あれ、ドラッツェがいる。デラーズ紛争時の、この時代から10年前の機体になる。アクシズ落としと牛のクズのクロニー落としがひもづい。これで2個目だっけ。壊したのフェリクーだよ。アクシズの速度が落ちた。さらに同胞だ。深部に続くハッチの電子ロックが解除された。アクシズの伝送系にも影響が出たみたいね。行きましょう。こんなもん、やったぞ。今だ。Why are you coming in this room? There it is.That was a weird turn of events. Tekka Dan の悪魔、我々の邪魔をするな。 Okay. メギン・レイズ・ジュリア、キャラルホルンの新型試作機。この敵は私の獲物。ジュリアの性能ならばいける。月外縁機動統合艦隊ジュリエット・ジュリソン。イヴォー・コロニーのハシマル戦では一緒に戦ったけど、今回は敵だよ。邪魔だな。こいつの相手は私が。しつこいな。私はラスタル様の剣。ラスタル様のためな、あなたを行かせるわけにはいきません。俺の剣はみんなで使う。消えろよ、まずいな。本来 Okay, I don't know how the hell she got out of that. このままでは間違った歴史が登録されるぞ。ね、何人殺された？あ、
と何人殺せばそこへつける。教えてくれオルガ。オルガいつか。団長、どうしたの三日月くん。三日月くんの様子、なぜだ、なぜまだ抗う無駄なあがきだ。こんな無意味な戦いにどんな大義があるというのだ。大義、何それ、無意味。そうだな、俺には意味なんてない。だ、め、行かせない。うわっ、レビンレイズジュリア、ブレイクアウト成功。Nigga, you're dying. 体は大丈夫なの？平気。帰らなきゃ。オルガのところに。三日月オーガスも本来の歴史に戻った。最後の戦いに必要な。ここは。Amuro, we here, boy. We here, boy. Amuro, hey, いたよ。ムノ姉さん、ハイじゃなくてショウイさんだよ。じゃあこのブレイク現象って。アムロレイが狩るガンダムの系譜、その最初と最後ということか。なるほどな。ブレイク現象だ。アローズのジンクスだ。あ、この先だよ。大きなブレイク反応を感知。西暦の時代がどこまでこのミッションに関わっているか。ここまで散発的ではあるな。宇宙世紀ポストディザスターになくなる。こんなところで死んで止まるか。シャア総帥だといいんだけどね。出てこなければ落ちる。消えてくれ。ティッ、落ちろ。ティッ、そこだ。よし、いいぞ。この調子ならいける。One door, two door, three door. Okay. Alright, so we're gonna go through this one because this seems like a basic door, two doors. Alright, go on. Disappear!邪魔するぞ。ザクにドムにゲルググ、テラーズフリートのモビルスーツ。なんだあの機体、嫌な感じがする。どうしたの？ごく普通のテラーズ戦闘時のモビルスーツだけど。まさかどこかで10年前の戦いと紐づくブレイク現象が起きているのか。もっともっともっと来い。させるか。大きなブレイク反応までもう少しだよ。なんかアローズ軍が増えてきた。ブレイク現象は宇宙世紀じゃなくて西暦2300年の歴史から。ポスト自殺とコズミックイラの可能性もある。予想がつかぬ。誰だ、誰かが僕を見ている。さあ、さてるか。修正してやる。ぜひ叩き。なんて攻撃だ。当たれ。リボーンズガンダム、行く。 OK。 なんだ、ガンダム。さあ始めよう、来たるべき未来のために。うわ、イノベーターのドンが登場だよ。西暦の歴史から。ネオジオンの総帥じゃなくて。そうだよ、名前はリボーンズ。リボーンズアルマー。ガンダムとガンキャノンを合わせたような新しいコアブロックシステム。ツインドライブはそれ以上のパワーだ。普通のモビルスーツではないぞ。そうとも、この機体こ
人類を導くガンダムだ。アナハイムはこんなガンダムまで。いずれアムロ将軍。僕はイオリア・シュヘンベルグの計画を忠実に実行している。イオリア計画、結局何をするためのものなの？人類にこの計画を遂行することはできない。できるのか僕たちだけだというの。産業革命に行く機械部。いずれ人類はイノベーターになるって。時代の変革期には古きもの、悪しきものを切り捨てなければならない。愚かな連中を誰かが察してやる必要があると思わないかい？それがお前だって言うのか。人間の価値観は狭すぎるんだ。人類は試されている。滅びか、それとも再生か。イノベイドはイノベーターの出現を促すために作られた存在じゃ。僕はイノベイドを超え、真のイノベーターすらしのぐ存在となった。そうさ、人類を導くのはこの僕だ。神にでもなったつもりか。僕は神そのものだよ。信仰の対象ではなく、人間を管理し。So it's like Amuro is fighting the Amuro. Okay, so like old school Amuro is fighting the new school Amuro's bosses. これは人の力だ。君には新しい可能性を感じる。ニュータイプというのかな。僕は特別な人間じゃない。これだけ戦い抜いてこられたみんながニュータイプなんだ。バカだ、愚かしいよ。だから人類の管理を。そうさ、そうでなければ僕が作られた意味がない。存在する意味も。私だって一つ言っておくよ、君はイノベーターになれない。悲しいけどそれが現実なんだよ。人間だぜ。そんなものは望んじゃいない。僕は普通の人間でいいんだ。リボーンズガンダムおよびガンダムのブレイクアウトを確認した。私たちもブレイクアウトするよ、小隊長さん。アクシズの落下はどうするの？奇跡を起こすには足りないものが多すぎる。この瞬間にふさわしい男たちが。任務完了しました。Oh shit, we're done. I was like, what the fuck? Ooh. こちらマリーダクルス。マスターの指示により協力する。I have no map. マスター？え、オメガ団長のこと？それ付きのガランシー部隊キャプテン。スベロはジンネマン隊だね。もしかしてトリントン基地で味方をしてくれたっていう航中貨物船の？ともかく合流だ。電磁波の影響でレーダーが効いていない。気をつけろ。敵はギャラルホルン、キターンズに地球連合。3つの歴史が混在しているな。マリーダ中尉さんに飛車取り合い。こちらネイルアーバマからの増援です。敵の包囲網を突破する。援護を頼む。了解です。ホールス、この人の立場は。クローニングにより生まれた強化人間。また女性の強化人間、しかもクローン。モビルスーツに乗って戦場にいれば、それはパイロットという戦闘単位だ。私が何者でもな。彼女はバナージ君と戦場で分かり合って味方になってくれた人。バナージがここにいるのか。いえ、でもあなたをここから連れ出して彼に会う。データのない機体、モビルスーツなのか。3つ目の歴史、デスアーミーだ。未来世紀か。気持ちが読めない。マリーダ中尉さんとブレイク現象は関係ないのかな。
ガンダムファイターでも乗ってるモビルスーツがガンダムなわけでもないし。ガンダム消えてなくなる。よし、いいぞ。この調子ならいけるよ。テリア、強力すぎる。デスアーミーたちは全部片付いたかな。どうにか。まだ。次はドイツだ。彼、負傷してるの？行けばわかる。これで決めてやる。もうすぐだ。小隊長くん。バカな。Yeah, he just goes to his assault.You can't see nothing.ここにおる。何の不思議があろうか。Kick him in the shit. これで失敗だ。え？どうしてここにおるの？マスターガンダム、東方先生。マスター？マスターだと。東方腐敗マスターアジアとはわしのことよ。あなたも。Damn right。マスターなのか。マスター違いです。それに彼はガンダムファイト決勝戦で。このミッションは時間軸が前後しているようだ。彼はランタオ島決戦前の東方腐敗だ。でもチャンス、アキロ君、ここは私たちが何とかする。少年、果たすべきことがあるはずだ。生きろ。しょうがねえ、命令は果たしてやる。死ぬまで生きてやろうじゃねえか。よし、わしが師匠として手本を見せてくれる。了解、マスター。 Damn right. Anytime Master Age come on the field, he is your master. That's it. ギャラルホルンは何が何でもここで敵と面を潰すつもりね。こんなとこで諦めるな。望みを持ち続ければ。 Ooh, this is, I like it.マリーダ・チュインさんとガンダムの決め付けが今回のブレイク現象の中心なのかも。実は死に損ない目、私がインドを渡してくれる。多少は傭兵の心得があると見える。この展開は静止通りだ。だが三日月オーガスがいない今、戦況が違う。グス、私はこんなところで。Well, we didn't even know you was on the field. 意欲駆散機、撃破。やったわ、やったよ、アキヒロ君。いい土産話ができた。意欲様、よくも意欲様を。投票は賞を打てば自然と崩れる。デスアーミー、未来世紀からのブレイクは東方先生とのつながりだったんだ。くそ、こんな時に。マスター、もしあなたは。やはりこのミッションに現れた東方腐敗は、ランタオ島でギリギリの。デスアーミー、まだまだ来るよ。相手が協力関係にあった東方腐敗でもお構いなしか。デビルガンダム、えい、この体さえまともなら何の苦労もなかったもの。秋広くんだけじゃなく、師匠まで。少年長、マリーダ注意、フォローして。マスターと傷ついた少年のために、今の私ができることをするまで。Yes, we have to impress Master Asia. これ以上は体が持たんな。マスター、
お体に気をつけて。そして感謝します。この借りはいつか返そう。師匠ブレイクアウト。明宏君は？美濃姉さん、ブレイク修正さえできれば伊奥様との決着も彼自身がつけられる。レーダー機能の一部が回復した。ブレイク反応がある地点にマーカーを出したぞ。小隊長、マリーダ中尉と目的地。ごめんね、明宏君。場所はこの辺りのはずだよ。なんだ、何かがいる。Oh shit, it's a Dark Unicorn Gundam. この黒いユニコーンは安心乗るビリー少佐。本当にマリーダ中尉がこのブレイク現象の中心だったのね。あいつみたいな子供がニュータイプだとおだてられて自体を引っかき回して許せないんだよ。あの子がバナージが見ニュータイプ、ラプラスの箱の呪いを具現する人の亜種。誰かが人柱になって沈めなきゃな。こんなところで死んでたまるか。10世紀100年になって、あいつがニュータイプなんてものが生まれてこなければ。箱の中身を変えてしまった人の苦しみ。落ち着いてショイさん。サイコミの逆流で。バンシー、言うことを聞け。強烈な否定の意志。ガンダムに埋め込まれたシステムの本能か。ラプラスシステムのこと？うん、 NTD ニュータイプデストロイヤー。ミネバ、お前は俺を一人にしないでって言ったのに。聞こえているはずだ、姫様の声が。 Beating his ass. Fuck. バナージを助けてくれと。幻。落ち着いて周りを見渡せばいい。世界は広い。こんなにたくさんの人が響き合っている。待って、マリーダ。自分の可能性を信じて、なすべきと感じたことに力を尽くせ。姫様、マリーダ・クルス、ここまでです。Oh shit. Oh shit. 俺は何を。バンシーノルンに続いてクシャトリアもブレイクアウト。マリーダ中尉、あまりにも見事だった。言葉が見つからん。明宏君も大丈夫よね。うん、全て正しく決着がつくよ。東方先生とドモン君のガンダムファイトも、イオクさんとアキヒロ君も、リディ少尉さんとマリーダ中尉さんの戦いもね。次もこの調子でお願いします。ブレイクアウト成功。ブレイクアウト成功。質量兵器ダインスレイブ、衛星軌道上から地表をえぐるほどの威力。あんなの鉄火弾に勝ち目なんてないじゃない。勝つことが目的じゃないんだよ、ユル姉さん。基地の団員たちを脱出させることが最重要。今回助かったマスターアジア、マリーダ・クルスのおかげ。本当にね。でも明宏君の安否は心配だわ。
トゥルーミッションでは絶対に助けないと。ともかく三日月オーガスが戻らなければミッションは成立しない。あとはオルガ団長とも連絡がつかなかった。やっぱり鉄火団のキーマンはこの二人、なんとしても見つけないと。オルガ団長さん、うん、そうだね。いずれわかることだ。今回は獅子の帰還を果たせただけでも大きな収穫だったと思うべきだろう。鉄火団のみんな、一人でも多く助けたい。団長と協力して活路を見出さなきゃ。ここがデビルコロニー。侵食が進んでるね。ブロックで区切られているな。カニーユです。援護は任せてください。今は生き残ることだけを考えればいい。静かね。白いハッチは開くみたいだよ。正体やっぱりいた。デスアーミー。僕の赤い細胞みたいなのよ。デビルガンダム細胞の一種だな。攻撃で破れるはずだ。小隊長、切り開いてガンダムファイターを探しましょう。世界ガンダム連合とも合流できるといいけど。でやWho's this? Shark. Oh shit. Amuro, grown up Amuro who had enough of shark shit. Zizuko. The break in. Kirimanjaro 以来だが腕は落ちていないな、小隊長。ガンダムファイター並みに修行してますからね、小隊長さんは。それは頼もしいな。行こう。Hey, we got Amuro on the squad? The Amuro who's tired of Char's shit? That Amuro? この装置は核兵器のスイッチだね。What is this? 押してみよう。ミッション全体に大規模なブレイク反応を確認。何が起こるか。ガンダムファイターがブレイクイン。あれ、さあ始めようぜ。最高に運命的なセッションをな。フロアーマーガンダム、まさか一面戦争時のタイプか。サンダーボルト注意機のリオ・フレミング少尉。こちら、あなたの小悪魔ことユロよ。よう、その小悪魔。俺は見入られたのさ。戦場で輝くモビルスーツって魔物に。あ、フルアーマーガンダムブレイクアウト。ありがとうイオ少尉。彼もまたガンダムに選ばれた。いや、見入られたということか。 Which way do I go?This won't open. Came from that way. Get.
だ。また隔壁のスイッチ。どこのかしら。でも押しておいて損はないはずよ。どこかの隔壁が開いたみたい。正確な場所がわからないのは不便ね。Somebody was on this ship, like, what the fuck is this? I think kids saying someone's a kid is the last thing you'd be saying in this game. どうしてそんな年で君はガンダム。大丈夫です。倒すべき敵は分かっていますから。彼は軍事同盟リガミリティア所属の立派な戦士なの。大人たちと分かって。だからアムロ隊員。分かってる。俺も15の時にガンダムに乗った。こんな時代はそんな大人が早く終わらせなくてはな。大人って上手に納得し合うものなんだ。だから大人なのか。なんかすんごく大人びたことを言ったような。13歳じゃない。シャクティにこれ以上辛い思いはさせない。This is seem to be blocked. アサルトバスターガンダム。ブレイクアウトを確認した。子供に戦争をさせるような時代はいつまで続くのだろうな。結構長く続いちゃうんだよね。ウッソ君、宇宙世紀 O153Who are you? The Unicorn Gundam. Unicorn Gundam? Amuro Tai-san, that is New Gundam. What is it? Unicorn? Amuro Tai. I think when the Axis Shock was hit. We rescued the Gundam Belt. Yes, I did. I got help just now. But there is something more important. バナージュ・ディムス。あ、そうです。箱の場所に行かなければ。君のことを詮索するつもりはない。
だが、僕たちには互いに探す相手がいるようだ。わかりました。行きましょう、アムロ隊員。初めてサイコフレームを実装したガンダム。そしてフルサ。あなたのためなら、どこまでも。ここから先は倒産と言っておこうか。バナージ君。あ、シャーリーズよ。こう、フロンタル大佐。Oh my god! Suretsuki! Neo-Zion の残党軍だよ! これで決めてやる! シャーノか? 赤い彗星のことでも考えておられたのかな? 来るか、アムロ! シャー! やっちまう! 誰だ? 私をシャーと言う。 大佐にどう申し開きすればいいのだ! まずいな。 こちらが押されている。 Suretsuki の親衛隊機、ブレイクアウト成功!落ちろ。どうってことない。フッ。シャワー。Where's シャワー? There he is。可能性とは混沌だ。不安定であるがゆえに破滅にも転じやすい。野放しにはできないな。正しさが人を救うとは限らない。それでも、奴の言っていることは間違ってはいないが、正しくもない。惑わされるな。人の思いが光に包むのを見た。何?何の話だ、フロンタル。だが、それほどの可能性が示されても人は変わらなかった。第二次ネオジオン戦争のこと?何も変わらないかもしれない。でも、たとえ一瞬の光でも可能性の灯火はつなげなければ。現誰であろうと邪魔するならば排除させてもらおう。フロンタル大佐、どうしてあなたはそうなんですか。もう分かり合わなければ。君は危険だ。ニュータイプのありようを無防備に示しすぎる。そんな力だ。貴様は自分というものも持たずに。しかし今の私は He's guarding all that? 薄渡るこの体にシャアの呪詛を語らせる何かが宿っている。シャアズナブル創生、いや、シャア大官だ。その名を語るな、フロンタル。バナージ、耳を貸すな。ここで落とす。まだだ、まだ終わらんよ。逃がしはしない、フルフロンタル。バナージ君、待って。シランジュ、ブレイクアウト。シャアに限りなく近く、何一つ似ていない男か。アムラさん、決着は俺がつけます。やらなきゃいけないんだ。タイとバナージ君はブレイクアウトされない。さくら、ここから脱出する方法は？ここにエネルギーを供給してジェネレーターを破壊するのが早いね。数は3つだ。マーカーを出します。アムロ隊員、バナージ君、小隊長、行きましょう。くっ。 Anybody come down in here as jump。 センチュリーの時代から G がブレイクインしてくるとは。 G? だってガンダムではないのか。それに君はベルリゼラムです。ベルリでいいですよ。わかった、ベルリ。その機体はガンダムなのか。バッテリーで動いてるの。奇妙なモビルスーツね。奇妙なモビルスーツじゃありま。あそこに帰ること母だって許してくれます。
G セルフ、ブレイクアウトして帰っていってよ。彼の G、 やはりあれはガンダムなのだろうな。こっそり教えて、ハーマさん。なんで最初驚いてたの？リギルドセンチュリーは無茶。ブレイクインを殺人。あのガンダムは。ここはアジラ、応答してくれ。あ、ガンダムフリーダム、ネオアメリカのファイターだね。第2回大会の優勝者ではない。コズミックイラのフリーダムガンダム招待状じゃん。ユノさんたちですか？イラ・ヤマト君、アムロ隊員、彼は味方です。この感じ、彼は何者だ？教官任務？いや違うな。彼は遺伝子操作によって生まれた第一世代のコーディネーターです。はい。遺伝子操作？それは戦うためになのか？違います。もともとはそうじゃなかった。で、戦争は僕たちを。ならいい。その力はここを切り抜けるために使おう。君も、そして僕も。アムロさん、あなたはコーディネーターと見えたか。人の確信であるなら戦争の利用された力だった。ザッ、これはどうだ。どこに、なんて攻撃だ。これならいく。やったWhat?DG 細胞まみれね。
エネルギーを吸い取ってるんだよ。旅立っちゃって。ギュッ、ジェネレーターの破壊成功。最後のポイントへ向かってください。わかった。ギュッ。問題ない。ここが最後のジェネレーター。これさえ壊せば必ず帰る。よし、今ので全部。さくら、これでデビルコロニーを止められるわよね。待って、新たなブレイク反応が出てきた。そんな、まだ敵がいる。場所はこの奥。かなり大きい反応だね。デビルガンダムに当たるものか、それともデビルガンダムそのものか。悪魔の名をつけられたガンダム、いい気持ちはしないな。よし、dumbass room. Don't like it. Why? こいつはモビルアーマーか。無人機。Oh shit. 嫌な感じだ。なんだ。殺気がない。プログラム。お二人さん、その通りだぞ。このモビルアーマー、無人機。敵、いや、人間を殺傷するためだけに作られた天使の名を冠する自立型の殺戮兵器。まさか天使ハシュマルが悪魔デビルガンダムの代わり。もしそうならそれがブレイク現象だ。どうやら間違いなそうだね。邪気もなく機能として動き続けているというのか。ビームの効きが悪い。アイフィール、いや、ビームコーティングか。タイさん、あのモビルアーマーの装甲はナノラミネートアーマー。ビームを弾くんです。近接戦闘や実弾での攻撃を中心に装甲強度を弱めてください。了解です。待てばな、モビルアーマーの動きが。なんだ、ユニコーンを狙ってる。バナージ君、どうかしたの。大丈夫、これぐらいなら。Just shit together, unicorn. Nah, he's at the sea book. Come here, get over here and heal me. Oh, person be trying to heal me, sea book. Camille, get over here and heal me.システムからパイロットへの干渉。バナージ、ユニコーンは大丈夫なのか。なんとか抑えます。心のないマシンの変化、負けられない。人の心か。バナージ、ガンダムは必ず答えてくれる。信じるんだ。ディザスターの歴史だ。それを他の歴史にばらまくわけには。ユニコーン、分かった。ノリさんの時とは違う。だから俺に力を貸してくれ。このガンダム、ユニコーン、モビルアーマーボロボロになってきた。もう少しだよ。ユニコーンガンダムは大丈夫なのか。
Jump his ass! それでいいバナージ。俺たちのガンダムは人殺しの道具じゃない。アムロさん、フルフロンタルは俺が。だから、あなたは。ユニコーンガンダム、ブレイクアウト。分かってるさ、バナージ。奴は俺が止める。アムロ隊も宇宙世紀に戻ったのね。それぞれのネオジオンと戦うために、サクラ。ブレイクアウトしましょう。私たちも私たちの戦いに臨むためにね。そう簡単に死ぬわけにはいかないんだよ。どこもかしこもガンダムのなんだかすごいブレイクミッションだったわね。でもデビルガンダムいない、モビルファイターいない。確かに様々な歴史のガンダムがブレイクインしていたが、非常に限定的なものだった。世界ガンダム連合と紐づいてたのかしら。それはあるかもね。ブレイク現象としてがっつり歴史に絡んでたのはアムロ大尉さんのニューガンダムとバナージ君のユニコーンガンダムか。どちらもサイコフレーム搭載のモビルスーツ、そしてデビルガンダムの代わりにいたのが厄災船のモビルアーマーハシュマル。生体コアを必要とするモビルファイター、デビルガンダムとは真逆の無人モビルアーマーよね。ハーメス、あなたが管理システムに操られてた頃、ハシュマルやそのサブユニットブルーマのデータ収集をしてたわよね。鼻つまみメガネ、しかし赤メガネ、俺のやんちゃ時代を掘り起こさないでほしいものだが、半永久的に機能する完全自律制御のモビルアーマーがデータ収集の対象となっていたのは事実だ。今回のガンダム大集合のブレイク現象、そしてデータ収集対象だった無人モビルアーマー、なんとなく作為的なものを感じるような。このあたり検証していけば管理システム、いえコード・マクスウェルズの狙いが見えるかも。なるほど、興味深い。俺の方で少し調べておくとしよう。All right, we got a chaos mission. To the world's end.ここがメガラニカ。あ、ネオジオン軍。よし、行けます。そちらの準備は大丈夫ですか。今は生き残ることだけを考えればいい。袖付き以前のネオジオンか。正面にブレイク反応。 What's this? お手上げやつはこの世界を何だと思っているんだ。 Okay, we have two Camilles. Let's do this. カミーユ君、あの後大丈夫だったの？ああ、あなたですか。覚えてますよ。お久しぶりです。この戦い、いつになったら終わるんでしょうね。カミーユピだ。最も優れた入隊と言われた。Lock on, Joe. なんか感じが違う。ブレイク現象だ。西暦2300年代からのブレイクインだよ。独立治安維持部隊アローズのモビルスーツアヘッドか。ラプラスの箱に呼び寄せられてるの。ラプラスの箱。Sorry, that's not from now. 何です。宇宙世紀の呪い知る必要ないよ、カミーユ君。バカだ。うわー、修正してやる。
Good, we good. さらにブレイクイン。これは何型だっけ？リゲルグ。第一次ネオジオン戦争期のベルググ型だね。ハマーカーンの時代よね。ベルググって息が長いのね。ゲルググの系譜は奥が深い。勉強しようとしたら一苦労だぞ。狙われてる。小隊長カミーユ君、上よ。隠れハイザックカスタムの狙撃。ザストのカナーザックウォーリアだよ。今度はコズミックイラから。長射程ビーム砲オルトロ。やっ、落ちる。テリア、Who is this? ザコが相手じゃ面白くねえ。ガンダムがこいって。That's Archie Gundam. I might get blueprints from you, buddy. ガンダムファイターのじゃないよ、ユネさん。アリアルサーシェス。これで決めてやる。アルテガンダムも健在か。さあ、もっと楽しませてくれよ。戦場ではしゃぐな、お調子者が。戦場にガキ？俺が育てたガキじゃなさそうだな。育てた？誰のこと？テリア！目標を捉えた。ダブルオーライザー、戦闘を開始する。Yeah, that guy。本物のソレスタルビーム。あれはスーパーガンダム。あれは。仮面型のガンダムだ。ガンダムマイスター刹那 F セイエイ君、支援するので戦闘を続行してください。了解。ダブルオー、目標を駆逐する。よう、久しぶりだな、クルジスのガキ。もうクルジスの兄ちゃんか。アリアルソース、面白いぞ、ソルスタルなんたら。貴様の歪み、俺が断ち切る。二人はどういう関係なの？刹那君は中東の紛争地帯、クルジス共和国の少年兵だった。彼を訓練したのがアリーアルサーシス。 Dang it, try to get him. 自分の手駒となるゲリラ兵を作ったの。ガンダム、これはとんでもねえ兵器だ。戦争の死骸がある。まだまだ戦いたいね。もっと俺を楽しませろ。遊ぶな貴様。人がいっぱい死んでいくのを感じないのか。なんだと。みんな命を聞いてる。命は、命は力だ。おほほ、that counter。この俺が動けってんだよ、ガンダム。アリアルサーシス。セクラ君、決着は他のマイスターがつけてくれる。今は焦らないで。ブレイク現象を修復して、あなたも必ず西暦の時代に送ります。あ、また情報に敵がブレイクイン。狙撃か。だが位置取りが甘い。一気に近づければ。狙うか近づくか判断は早く。小隊長君、そういうこと。叩き落としちゃって。もらった。これはどうだ。完全な時に問題ない。これで決める。すごいな。
is this now? A penguin Gundam? Is that fucking Hamankan with psychic powers? Maybe because you're trash. Bitch! Kicked his ass in his fat. Okay. Here we go with the sitcom music again. ジオングの完成型は連邦が作り出すことになる強化人間を使ってな
強化人間だって。裏サメ研究所で開発されたサイコミ搭載のモビルアーマー。まさかサイコガンダム。もう裏サメさん、あの戦いはジオスから始まっていた。正確にはその前、ニュータイプ専用モビル。認めたくないものだ。自分自身の若さゆえの過ちというもの。本来フルフロンタル大佐が待ち受ける場所に、若き日のシャアーズナブル大佐。今回のブレイク現象だが、やはりカミーユヴィランとの紐づきが強い。シャア大佐は後のクワトロ大尉、ハマーンカーンとのグリプス戦役で戦ってる。大佐、大尉、総帥、3つの時代のシャア・アズナブル。そして異なる歴史。Oh, I'm gonna hit him with a special. 戦争の生み出した人類の悲しい変種かもしれんな。やったわ、カミーユ君。これで。アーガマに帰ろう。ファーの声が聞きたい。ジオング、ゼータガンダムともにブレイクアウト。このミッションのブレイク修正を確認した。なんだかすごいミッションだったね。ラプラスの箱の中にジオングが入ってたってことじゃないでしょうね。もうそれでいい気がしてきた。よし、うまくいったな。ふう、ずいぶんと紐付けが濃いミッションだったね。宇宙世紀において非凡なるニュータイプと呼ばれた神指弾の力と言っていいだろうな。でも少し違和感があるのがガンダムマイスターね。純粋なるイノベーターへと覚醒した初の人類、刹那 F セイエか。彼が乗っていたのが GN ドライブを2機積んでるっていうダブルオーライザー。うん、ツインドライブによって刹那君を純粋死に確信させたね。でも彼は宇宙世紀の歴史とは無関係でしょ。ニュータイプとイノベーターに関連性があるとしてもそれだけなのかしら。管理システム、コードマクスウェルズによるものかもしれん。何かのデータを取ろうとした。ブレイク現象の紐づきとして考えられるのが能量支配を伝播する革新者イノベーター、そしてニュータイプ、宇宙に適応進化した新人類。イノベーターは能量支配で人間の感情や思考を相互に理解できて、ニュータイプは誤解なく物事を理解する力。人間同士が分かり合う。シロー天田少尉も言っていた。敵味方でも分かり合えるんだって。それがキーワードか。だがマクスウェルズはその紐づきから何を得る。人間同士が分かり合うこと。でも管理システムが AI な以上、そもそも人間同士という前提が成り立たない。人間とそれ以外のものが分かり合うというなら辻褄が合うけど。ここがソレスタルビーイング号。ガンダムマイスターの戦いを見届けよう。カニユです。援護は任せてください。こっちは F91 で出る。よろしくな。ギャラルホルンの真理はここだ。皆バエルの元へ集え。マクギリス准将、ガンダムマイスターだったの？確実に違う。そしてガンダムバエルと共に敵前から退いた今、もう准将でもない。そうか、クーデターを起こした反逆者。小隊長さん、合流を急いで。修正してやる。あのガンダムスレン、間違いないガンダムバエルだ。マクギリス元準将、こちらテック団です。アリアンノット艦隊までの道中支援します。ここまでよく私についてきてくれた。栄誉栄達は思いのままだぞ。でもここにギャラルホルンはいないんです。まずは私たちと協力体制を。
鉄火団がいるのであればルザバには戦えないが、アグニカ・カイエルの意志は常に我々と共にある。伝説のガンダムフレーム、ガンダムマイスターの戦い見届けます。だからマイスターじゃないって。だが特別なガンダムであることに間違いはない。おそらくブレイク現象の鍵も握っている。What? イノベーター、ここで戦士の相手。ということは、アレリアハプティズム、目標を迎撃する。ソレスタルビーイングのアリウスガンダム。みんなでキャスト。そう。人間って本当バカみたい。私たちにかなうはずないのにさ。期待は、いや、僕の動きが読まれているのか。ま。Oh, get her ass! Fuck you, going, bitch! Fuck you, going, bitch! 一度手にした力は手放しがたいものなのさ。Where are you going? わかり合うためには、みんなが同じ高さにいなくちゃダメなんだ。それなのに。イノベーターとわかり合うのに、どうなの？ここ。ソレスタルビーイングなんて消えちゃえばいいのさ。僕らは戦うことしかできない。でも平和のためにその力が使えるなら。敵の損傷率も高いよ。気持ちを強く持って。本物の強さだけは世の断りを正しい方向へと導く。今度こそ決着をつける。僕たちの手で。やだ、助けてリボンズ。これで静止通りに撃破。アリオスガンダム、トレミーに帰還を。刹那 F 精鋭の剣は我々に任せてもらいたい。アリオス、祈祷します。最後もう一人パイロットがいたような。ああ、見事な戦いだったですよね。って、この人は当然のようにまだいるけど。彼に関わるブレイク現象がどこかにあるんだよ。小隊長さん、急ごう。正面、高台に敵の待ち伏せ。ジャンプ&ブーストで飛び移ろう。一度下に降りるのも手だが、どちらにせよ戦局の糧になってもらおう。了解です。って相手は見慣れたジオン軍。急に宇宙世紀のブレイク現象が割り込んできてる。近くに反応があるかも。ガンダムマイスターたちのこともあるのにまだ何か起こるっていうの。我々はもっと対局を見る必要がある。ガンダムフレームがいる時点でもういろいろと起こっているのだが。この舞台を飾る花火、リボンズにも気に入ってもらえたかな。 OK。 イノベーターのリバイブリバイバル。ということは、お前たちを放っておくわけねえだろ。光線型のケルディムガンダム、これで決めてやる。ガンダムマイスターロック。そうさ、もうすぐ世界が変わる。君たち、もう十分に役目を果たしたんだ。貴様みたいな奴が。兄さんたちは。そうか、ネックアーサンって4年前に戦死した。あれ、予想以上か。君たちにできて、僕にできないものはないのさ。てめえが万能だとは思えないんだな。まずいね、万能のままかも。さっきも言ったところで死んだことあるか。まったく、アニューはこんな男のどこを好いたんだ。女なんかに作るから、情に流されたりする。貴様。あ、イノベーターと分かり合おうとしたガンダムマイ。イノベーター、許してはおかねえ。俺はロックオンストラトスとしてこの世界と向き合う。たとえ世界から疎まれようと。そのバカな、これがソレスタルビーイングだ。アニュー、ケルディムガンダム、一度トレミーに使おう。よろしく頼むよ、可愛い戦友殿。了解です、
のはティエリア君とセツナ君ね。しかしやはりガンダムバエルはブレイクアウトされんか。バエル、わあ、ギャラルホルンのモビルスーツ。ブレイズに負けるわけにはいかんな。ここに来てポストディザスター時代のモビルスーツ。じゃあこの先にいるのは、もう逃げられない。もう逃げられない。もう逃げられない。私が世界を変える。Alright, who coming down this time? Gaelio Baldwin は ここに宣言する。逆族マクギリスファリド。Who are they coming up with these names? お前が殺した、お前を殺す男だ。ガンダム決まりすぎだ。Gaelio Baldwin、特務サンタさん。お前では勝てんよ、Gaelio。力を貸してくれ、アイ。この手で奴を撃つために。自分を殺した、それにアインって。彼はギャラルホルンを飼い、ギャラルホルンを正しい方向に導くためにはお前とアインが必要だった。マクギリス、お前はギャラルホルンを陥れる手段としてアインを、アインの誇りを。ブドモントンで倒したグレイザイン。分かるだろう、ガエルよ。この戦いはアインのためでもあり、俺たちのためでもある。黙れ、マクギリスさん。ビッチ。マクギルスさん、本当に一人で敵の総司令官を。ギャラルホルンを追われた俺が一人で葬る、その行為が世界を変える。生まれや所属など関係なく、己が力を研ぎ澄ますことでこの退屈な世界に嵐を起こすことができる。己が持つ牙を使うこと、バエルを操る者こそが唯一絶対の力を持ち、その頂点に立つはずだ。はい、俺の全てを捨てて、マクギリスの全てを奪ってくれ。そうだ、ガエリュ、もっとお前の力を見せろ。お前、これがお前の。We straight jumping motherfuckers here, Joe. こんなものが。あと少しで俺が目指した世界の扉がもうすぐ。ガンダムフレーム、容器ともブレイクアウト。そして、刹那君たち、ガンダムマイスターの決着はトゥルーミッションになりそうね。今回は結果的にポストディザスターの歴史修正の足がかりになった。結果なの？ Yo, Hermes, I don't even know why the fuck you even talking. We don't like you, we don't fuck with you, we hate you. これで終わりにしなくちゃ。グッド、ブレイク修正の成功確認。これでポストディザスターの歴史が正しい流れに戻るはず。鉄火弾、決して散らない鉄の花。これでガンダムバイルがピンチの鉄火弾を助けに来てくれるってわけね。レディユノ、残念だがそうはならない。え、ちゃんとブレイクアウトさせたじゃない。生死において逆賊マクギリス・ファリドはアリアン・ロッド艦隊に短期で挑み、今度こそガエリオ・ボードウィンに撃たれる。さっきの戦いは本来はトゥルーミッションで行われるべきものだったんだよ。あのあとガンダム・キマリス・ビダールが勝つ。じゃあ鉄火弾への攻撃は中止になるんじゃない？革命の主導者が戦死したのなら。アリアン・ロッド艦隊の攻撃は止まらない。目的は革命軍の殲滅、それがギャラルホルン復権のために必要なプロセスだからだ。そんなのただのいけねえじゃない。戦いはそこまで行き着いてしまった。我々はトゥルーミッションにてその結末を見守ることしかできないのだよ。Yeah, boy. Bruh.